客さんに感じてもらいたいのは特別おいしいとかものすごいなんか技術だなとかそういうことでも何でもなくて、ただ飲んだ時にホッとするねとか、あの日常の中にあるコーヒー、それを一番感じてほしい。僕はその一般の方が楽しくコーヒーを飲めるようにしたいっていうのがまず一つ大きい軸として持ってるんですよ。普通にコーヒー豆を売って買ってくれる人たちが楽しめるスタイルっていうのはやっぱりドリップだったりする、僕がこのドリップにフォーカスした大会ブリュワーズカップっていうものにフォーカスしてる理由っていうのが一般家庭とのつながりが一番強い、だから僕はそっちを選んでるんですよね。自宅でも、どこでもその身近にコーヒーを楽しむっていうその文化を作っていきたいとか、それを実行するためにも今回一緒に作った香味焙煎のこだわりは、入れ方によらない美味しくコーヒーを飲める方法っていうのが重要なんですよね。だからそれに一番適してる方法としてはやっぱりディップスタイル、誰でも簡単に美味しくっていうのが、最も重要なポイントだったので、最初はその何回か振るとかっていうのもやったんですけど、振り加減とかその辺で味のブレが生まれるから、今回の商品では90秒待っていただくっていうことに決まったんです。好きなタイミングで好きな場所で自分で飲めるっていうのが一番、楽しんでもらえるポイントなのかなと思います。